はいどうも、B賞です。今日は、ホットトイズのサマーショーケースフェーズ1で発表された新作ホットトイズ、オビワンケノービのフィギュアプレビューと予約情報を紹介していきます。普段このチャンネルでは、ホットトイズのレビューだったり、カスタム動画を投稿していて、登録者1000人まであと少しなので、ホットトイズだったり、6分の1スケールのフィギュアに興味ある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。で前回動画の中で、アメージングスパイダーマンとリザードのジオラマ台座については紹介しているので、そちらもね、ぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。合わせて発表されている、X-Men ウルバリンについても、今後投稿する動画の中で紹介する予定なのでチャンネル登録と通知オンにしておいてもらえると嬉しいと思います。で本題オビワンケノービーについて話す前に、前回動画で紹介したアメージングスパイダーマンについて、一部情報の訂正と解禁された国内の予約情報についてちょっとお話をしたいと思います。まず訂正なんですけど、商品の注意点を話した際に、その中でアメージングスパイダーマンとリザードがセットになったデラックス版のような商品展開は国内ではないというふうに言ったんですけど、この情報が誤りでした。で、トイサペンスではアメージングスパイダーマン単体の通常版とリザードがセットになったデラックス版の2パターンで発売されるようですね。海外ではそのパターンで発売される様子はなかったですし、両方ともノーウェイ本番ではないというようなことがそう考えていた理由だったんですけど、トイサピエンスの方で予約を考えている方はね、その点ちょっと注意しながら予約してくれればと思います。そしてトイサピエンスの価格と発売時期も紹介したいと思います。でその発表された値段を見てね、ちょっとびっくりしましたね。まさかの値段でした。アメージングスパイダーマン単体の通常版では予約価格で4万500円、発売後の通常価格になると4万5000円という風になっていて、アメージングスパイダーマンとリザードがセットになったデラックス版では予約価格で、なんと6万1200円、発売後の通常価格になると6万8000円という風なね、値段設定になっていました。発売時期はどちらも2023年の12月頃となっていたので、前回ちょっと話した内容とほぼ同じだったと思うんですけど、値段についてはね、本当にびっくりすぎて言葉を失いましたね。ちょっと高すぎないかなと思っちゃいました。単体で発売後で4万5000円となると、最近出てるダイキャストフィギュアとね、変わらないんですよね。去年発売されたスパイダーマンのアップグレードスーツでも3万5000円だったので、それよりも付属品が少なくて、1万円の値上がりっていうのはね、ちょっとね、びっくりというか、どうしちゃったんだろうな感じですね。今回アメージングスパイダーマンの通常版には付属品がほぼないことも考えみて、前回動画でも言った通り、高くても予約価格で3万5000円くらいになるんじゃないかなと言っていたと思うんですけど、それよりもね、5000円以上高いですし、デラックス版となるとほぼ7万円ということで、トイサピエンスちょっとやりすぎなんじゃないかなと思っちゃいました。世界の経済状況とかね、日本の深刻な円安とか絡んでるかなとも思うんですけど、それを加味してもね、ちょっとね、高すぎる気がしましたね。スタジトイズの方ではまだ情報がないので比較はできないんですけど、今回に関しては、僕個人的にはトイサピエンスで買うことは無理かなと思いました。トイサピエンスを利用しないというわけではなくて、単純に高すぎるので他の安いサイトで買った方が、他のフィギュアとかにね、お金を回せることができるので、そっちの方がいいと思ってます。なので、スダチトイズもしくは前回動画でも少し話したコミックサンクトラムというね、日本への発送にも対応している海外サイトがあるんですけど、そちらを初めて利用してみようかなとも思ってます。もうすでに予約している人も多いとは思うんですけど、ちょっとね、どう思ったか意見聞かせてくれたら嬉しいです。Twitter 見てる感じだとね、高いよっていうような意見が7割8割占めていたかなというような感じはしたんですけど、それでも買うことは買うんですけど、ホットトイズの今後の価格帯がどうなっていってしまうのかはね、本当に心配になりましたね。どんどん値上がりが続かなければいいなというふうに思ってます。それでは気を取り直して、オビワンケノービの情報を話していきましょう。皆さんディズニープラスで配信されたドラマ見てましたかね。結論もなんとなくは予想できてましたし、キャストとか賛否両論いろんな意見あったらしいんですけど、過去の回想シーンだったりとか、追加のシーンがあったりしてね、最後のオビワンケノービとダース・ベイダーとの戦いも、オビワンの気持ちを考えるとね、涙が込み上げてくるようなストーリーで、個人的にはとても楽しめた作品だったかなと思ってます。で、今回フィギュアの発売については2パターンでの発売となるんですけど、国内ではスペシャルエディションのボーナスアクセサリーが付く方だけの販売になるかなと思ってます。付属するボーナスアクセサリーについてはパダワンでもあるアナキンのライトセーバーの絵とドラマの中でも登場したような、その絵を収納するようなボックスが特典として付属します。それについても後ほど詳しく話していくんですけど、今回 SNS の反応を見ていると、フィギュア自体にもね、賛否両論様々な意見がありましたね。特にヘッドについてはリアルさに欠けるポイントとして、
まあ、ヒゲや髪型の造形が気に入らないというような意見が多い印象を受けました。でも僕の意見としてもヒゲは特に改良の余地があるのかなと思いましたね。まあ、髪型もここまでサイドに垂らさなくてもいいかなとは思ったんですけど、まあ、この髪型については人それぞれ好みによって意見分かれるんじゃないかなと思ってます。まあ、インスタグラムで海外造形師の方がモデリングしたものを載せてる投稿を見たんですけど、まあ、ホットトイズよりもねヒゲやシワが立体的な造形になっていたりだとか、まあ、個人的にはねこっちの方が好みなので、まあ、今後アップデート情報があっても大きく変わることはないとは思うんですけど、まあ、できればねファンの声をもとに改善していってほしいなと思いました。まあ、ただこのフィギュアねちゃんといい点もあって、まあ、それがこのフィギュアにはね眼球可動ギミックが搭載されているので、まあ、その点は嬉しいポイントだと思いますね。で、まあ、このギミックがあるとないではだいぶプレイバリュー変わると思うので、まあ、ファンからしたら嬉しいポイントだと思いますし、まあ、この眼球可動ギミックについてはつけない理由がないくらい魅力的なギミックだと思ってるので、まあ、全フィギュアにつけてほしいと本当に願ってます。そして衣装は全身布で作られていて、まあ、とてもリアルに仕立てられているスーツになっていますね。で、まあ、この衣装で気になるポイントが、まあ、写真によっては布の部分に針金が入っていそうに見えるんですよね。まあ、っすぐに垂れている様子もあれば風になびくような様子を再現している写真もあるので、針金が入っていれば躍動感のあるポーズを楽しむこともできそうです。まあ、ただ時代ローブについてはもう少しゆとりを持たせてほしいというか、フードを深くかぶれるようなサイズ感ならさらにいい衣装になるのかなと思いました。まあ、こちらのフードをかぶっている写真を見ると、まあ、若干髪の毛によって浮いてしまっていて、まあ、違和感があるので、まあ、そこは樹脂の髪の毛なので仕方ないかもしれないんですけど、まあ、改善してほしいポイントかなとも思いました。そして付属品はそれぞれドラマのシーンを再現することができる小物がたくさん付属しています。まあ、LED ライトでライトアップできるライトセーバーと、まあ、それの交換用のブレードですね。まあ、ブレードの一つは動いている様子を再現したようなものになっていて、まあ、それぞれ付け替えることができるようになってます。他にもブラスターピストル、レイヤ姫が持っていたローラっていうね、まあ、ドロイドですね。それと双眼鏡、ホロプロジェクター、ベイルオーガナのミニチュアホログラム、まあ、最後の戦闘、ダース・ベイダーとの対決を演出するような岩場のジオラマベースが付属しています。LED ライト付きのライトセーバーについては USB 電源で作動するらしいんですけど、まあ、肝心の USB-C ケーブルは付属しないようなので、そこは自分で用意する必要があるとのことでした。まあ、スター・ウォーズシリーズのホットトイズについては、まだ一体持っていないので、間違ってたらちょっと申し訳ないんですけど、他のものと同じ仕様になっているのかなと思いましたね。あと、今回ジオラマベースもかなり素晴らしいものが付属しています。ダース・ベイダーとの最終決戦を再現できるようなジオラマ台座となっているんですけど、まあ、フォースを使って岩を飛ばす様子をね、まあ、とても忠実に再現することができます。大きさもちょうどいいような感じですし、まあ、通常版を買ってもこの台座はついてくるということはかなり嬉しいポイントかなと思いました。それでは続いて発売時期と価格についてです。今回はすでに予約開始されているトイサピエンスの情報を紹介します。トイサピエンスではボーナスアクセサリー付きとなっていて、予約価格が 45,000円、発売後も同じく 45,000円で購入できるようになっているようです。そして発売時期は2023年の12月頃となっていました。やはり値段についてはちょっとだけ高く感じてしまったんですけど、許容範囲くらいの値段なのかなと僕は思ってますね。冒頭で話したアメージングスパイダーマンと比べたら付属品もかなり多いですし、眼球可動のギミックがあったりとか、そういった点を考えると納得できる値段になっているかなと思います。そして発売後も値段は変わらないので、値段だけ見れば予約必須とはならないんですけど、いつも通り通常販売の在庫はおそらくないと思うので、欲しいという方はね予約する方が確実だと思います。そしてこのフィギュアを買う買わないについてなんですけど、ちょっとね迷ってはいるんですけど、予約してまで買うことはないのかなと現時点で思ってます。個人的にはこれまでスターウォーズシリーズのホットトイズには手を出してないので、そういったところも理由の一つにはなるんですよね。ただ完全に買わないとは言えない理由があって、スターウォーズシリーズに関しては僕の中で手に入れたいと思っているキャラクターが今3体いるんですよね。それがこのオビワン・ケノービとダース・ベイダーになる前のアナキン・スカイウォーカー、そしてマンダロリアンの3体です。この3体については今後ぜひコレクションしたいと思っているので、予約しないとしても前向きに購入検討したいとは思ってます。はい、ということで、今日は新作ホットトイズドラマ版のオビワン・ケノービについて話をしていきました。ヘッドの造形を見ても完璧とは言わないまでも、台座とか魅力的なポイントが多いフィギュアには違いないと思うので、気になっている方でまだ予約してないという方はね、ぜひ早めに予約してみてはいかがでしょうか。スタジオトイズでも今後予約開始されると思うので、それと比較しつつでもいいとは思うんですけど、ボーナスアクセサリー付きのフィギュアについてはおそらくトイサピエンス限定となるので、その点は注意が必要かなと思ってます。もし今後ヘッドの造形とかアップデート情報あればまた紹介しようと思ってますし、オビワン・ケノービと同じくドラマシリーズのものかはわからないんですけど、一部画像にダース・ベイダーの姿も映ってたりとか、
か、あとまあ今回のねサマーショーケースの中でもこのダースベイダーについては展示があったので、まあ、今後続報があることが予想されます。なので続報あり次第また動画で紹介していこうと思います。そして概要欄には各種サイトの予約リンクも掲載しているので、気になる方はねぜひそちらからさらなる詳細のチェックや予約してみてください。この動画が参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと概要欄の下の方に僕のツイッターやインスタグラムのリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。